今ない〇〇を妄想する M8 小隊ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日が9月の5日、今週なんかありました？今週は気になったニュースとかなんかあった気もするな。荒井由実のままで死ねばよかったのに、で大炎上っていう事件あったじゃないですか。どっか京都のどっかの大学の。ああいう動きとか、そのまあ町山智博さん、加山理香さん的なね、なんかその引きずり下ろそうみたいなのを見てる時に、もう私がね、かなりもう健全度が高くなってしまったじゃないですか。もうかなり上の方に来てしまったので、ああまたやってるやって思ったのが、その政治家に求められるものって共同体感覚だなって思ったんです。要はなんか共同体感覚がある人、要は人を見る基準は共同体感覚で見ればいいんだっていうのに今週気づいたんですよ。というのは先に言わないでくださいね。というのは、共同体感覚っていうのは、まずその他者を仲間だとみなし、そこに自分の居場所がある、他者は仲間である、で自分の居場所もあるっていう共同体感覚、この宇宙過去全てをから見た共同体感覚っていうのが必要なんじゃないかって思っている。でそういう発言をする人、要はもう他者を仲間だと見なしてないわけじゃないですか。なんでその政治家とか全てそういう他者を仲間だと見れない人ってしちゃいけないんじゃないか。その教えるとか、その国を動かす、なんでこういう愛知県なんですけども、その主張もそうですよね、首長もそうですよ。要はあの人は河村市長と話をしようとしない、高須委員長と話をしようとしない、要は仲間だと見てないんですよね。でもその感覚でいくと、アドラー的感覚でいくと、そういう人たちも仲間なんですよ。そうなんですよ。それが今日オチだったんですけど、先に言われちゃったんですけど、僕はそれに腹を立てているので、決して高くないって思ったんですね。この共同体感覚はまだ身についてないんだって。こうやって見て、あいつらダメだなって思った瞬間に、俺共同体感覚なかったってなったんですけども、まあ僕はねちょっとこっち側に置いといて、まあ理屈の上ではそういうことですね。理屈の上ではそうです。ただその今ね、そういう発言をされてる人ってあからさまになんかもう僕共同体感覚ありませんってやってるわけじゃないですか。恥ずかしくないのかなと思って大丈夫かって。でなんて言うんだろう、そういう左巻き的な発言をすると、やっぱりメディアに取り上げられるわけじゃないですか。某頭のいい高校名を冠につけた石井さんとか、まあ名前は言いませんけど、石井さんしか言いません。ラーのつく人とか、よく善次郎っていう善次郎方も、要はよくヤフーで僕上がってくるんですね。要はそのまあ政府批判ですよね。現政府批判、多分今だったら石破さんのことを褒めるのはいいと思うんですよ。韓国には最後まで謝るべき、許してもらえるまで謝るべきだって言ってる石破さんのことはみんな褒めてるんです。左巻きの人も石破さんならなっていいそうです。自民党でもならないですよね。でこの人たちも、何て言うんだろう、仲間だよねっていう発言をするなら、僕は別に何とも思わないんですけど、なんかその謝るべき、なんだろうな、その歴史的事実はまあ置いといて、こっちが謝るべきっていうんだったら、向こうは許すべきなんですよ。無条件に。謝らない。ちょうど体感覚的に言えば。ああ、なるほど。そう。向こうは許すべきなんですよね。はい。謝らずとも。はい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 。こっちに謝るべきっていうんだったら、向こうは謝らずとも許すべきだとは思うんですよ。だからその要は何かものを見る基準を持つときに、この共同体感覚がある人かない人かっていう見方がね、これからのトレンドじゃないか。トレンドにしたいですよね。そうなんですよ。で、そうじゃない人は恥ずかしい。いや、基本日本ってごめん、日本って聞き方は違うんですよ。僕そんなに右じゃないんですけど、右じゃないはずなんですけど、じゃあ、あまりにもね、なさすぎてね、向こう側の人が、共同体感覚が、向こう側、右、左側の人が、左岸の人が、まあでも右側もないですよ。あ、背中から切ってくる人ね。背中から切ってくるし、要はこう敵か味方かで区別してるわけじゃないですか。右と左で分かれてる。感覚があるので、まあ右も左もないですよね。その感覚は共同体感覚的感覚は。そうですね。なんでこの仲間なんだと。仲間。なんでなんていうの、適度な綱引きはいいと思うんです。で、より良くするために意見を出し合う。そうそう。だから右も左も手を結びましょうが多分共同体感覚ですよね。そう。で、要は建設的に行くのが一番いいのに、なんかねこの死ねって言います？死ねって言わないですよ。言わないですよね。で、室井なんとかっていう作家とかはね、あ、その意見に乾杯とかするんですよ。恥ずかしくないのかなと思って。恥ずかしいですよね。って言ってる僕は今恥ずかしいんですかね。まあ恥ずかしいって言っちゃってるから、まあでも。共同体感覚が身についてないなってことですよね。僕自身もそうなんでそこを言ってしまうと、はい、うん、なのでこの何かものを見る新機軸として、うん、共同体感覚って、うん、とかまあ愛ですよね。うんうん、与えるですよ。うんうんうん、相手を見て相手のために何ができるか、うん、与える側であるっていうこの。大いなる視線、これを持つべき人がこれからの日本とかね、まあ、上に立つ人だし、まあ、世界がなれば多分一番ですよね。はい、ただ怖い国もあるんで、まあ、なかなかでもそれはまあ何て言うんだろう、そこはそこでね収めてくれればとは。ただ、そこで行われていること、例えばそのモンゴル語の教育がどうとか、ウイグルの人種がどうとか、もうチベットって国がなくなってるわけじゃないですか。あそこってもともと日本みたいにその平和憲法的なものがあって、そこにつけ込まれてしまったわけですよね。セブンイヤーズ・チベットっていう映画を見るとよくわかるんですけど、踏みにじられ方がっていうのはぜひ共同体感覚でね、そう身につけてくれれば別にこっちもそんなに身構えなくて済むって話じゃないですか。だけどこっち側だけこう共同体感覚で歩み寄っても怖いっていうっていうのがまあ今週いろんな出来事が起こる中で、そのまあ自分がもう共同体感覚を身につけてしまったって、って思った人思ってるので、そんなことを思ったんですけど、まあ実はそうじゃなかった。まあでも難しいですよね。難しいっていうのはその人があると難しいですよね。はい、自分一人だけだったら、はい、要は国が日本っていう国が共同体感覚を身につけてしまったら侵略される可能性がある。つけ込まれる可能性はありますよね。つけ込まれる可能性はあるっていうところじゃないですか。なんでまあこの発信、世界に届きますもんね。世界に届きます。届いてますよね。まだなかなか海外で見られてるっていうのは。アナリティクスに出てこないですけど、そう、なんか世界が共同体感覚、まあ本当の共同体感覚ですよね。はい、地球は一つですよ。国境なくなりますよ。体調っぽい。国境なくなるんで、リベラル派みたいな人たちが目指すところじゃないですかね。あ、本当の意味でっていうところですよね。本当の意味での。なんでまあその私利私欲に駆られた人っていうのは、まあ、ちょっと降りてくださいとは思うんですけど、まあそうですよね、っていうのが今週、あとよっこさん、前ゲストに出ていただいたよっこさんがご自身でチャンネルを立ち上げられまして、おめでとうございます。おめでとうございます。こうやってね、うちの動画を見て自分自身もやってみるってなると嬉しいですよね。まあ、うちの動画を見てかどうかわかんないですけどね。まあでも、あ、この人たちもできるんだ。あ、こんなやつだけも、こんなやつだけできるんだって。なら私もできるって。できちゃったっていうところですよね。で、思われたと、まあ、こんないじり方しかできなくてすいません。まあでもその、多分そういう有名 YouTuber を見ると、こう躊躇する人もいっぱいいるんじゃないかなっていう。っていうところで、まあ少しでもそうやって進めることができたのであれば嬉しいかなとは思ってますけどね。それで、そのよっこさんがやってるのが、まあ概要欄にも、リンクを、この回すみませんさせてもらうんですけども、エニアグラムと猫チャンネルっていう名前でやってらっしゃいます。でそこで一人語りをやってらっしゃってて、最近よく言われるのが、ラジオの時代、音声の時代だってよく言われますよね。あ、先取り行ってると思って、で、あ、僕もやりたいと思ったんです。そう。俺語り。まあ誰が興味を持ってやってるかわかんないですけど。俺語り。要は、僕はM8 音声版ポッドキャストとか、あ、もうとは思ってましたけどね。過去のやつを上げていけばいい。上げていけば、ポッドキャストってライブ配信的な感じでしたっけ？あ、まあでも過去のやつをライブ配信で上げていけばいいです。っていうところでよっこさん得られて、でまあ他の人もね、まあこれからなんかご自身が楽しいと思ってることとかでやったらいいのにとか、なんかそのネタで話しませんかだったらね、ズームでつないでもらって。まあそれこそうちの M8 なんて顔、僕たちの顔なんか慣れてるんですよね。いりますかね。ああ、なるほど。であれば、まあラジオ代わりに聞いていただいたりとか、おこがましいですけどね。とか、とか、よっこさんおめでとうございます。あとすいません、今週で言うとコラボさせてもらった金犬のマインドインジェクションさんのところで、まあ我々が出るやつが上がりまして、コラボ動画が。もしよろしければそちらも。基本なんか二等兵がよく喋る。もうなんか取りつかれたかのように。そう。よく喋る。空気を読んで、実はなんか多分こう喋らなきゃっていうのが多分すごい出てんだなっていう。出てる動画でしたね。隊長がナイスフォローで、もう間違ったこと足りないことをスッって言ってくれるから。まあ一応あちらで金犬のマインドインジェクションさんで編集された監督の力も大きいと思います。つなぎ方とかね、非常にうまくまとまっているので、よろしければそちらもご覧いただければと思います。というところで、フリートークありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。